バイトを始めた。はい、モナリザサタンです。はいはいはい、すみません、確認します。その日かかってきた電話は鉄という老人らしき男性からで、この前買った英会話の本に誤りがあったぞ、不良品オークとは何事だというクレームであった。すぐに出版社に問い合わせをしたところ、寄せと他の通訳の方にも確認したんですが、適切に誤りはないとのことで間違ってはいないと思います。そうなんですね、わかりました。それ私です。ご確認ありがとうございました。やったー。そのことを鉄に伝えると、もしもしモナリザ書店の空ですが、例の件ですがお問い合わせた結果、そんなはずはない、俺は絶対間違ってないはずだ。いや、でも出版社は。それなら著者を連れてこいよ。そもそもお前らがちゃんと本をチェックしていれば俺のこんな苦労もないんだ。今後は一字一句間違いがないか確認してから販売しろ。何こっち、お客様それは無理かと。なんだと、明日店に行くからな、首洗って待ってろ。店長お助けを。困ったので店長に相談したところ、ああ、鉄さんか。店長知ってるんですか。そらさん最近入ったから知らないと思うけど、鉄さんって有名なクレーマーでさ。トップの字が小さすぎる。視力の悪い老人のこと考えてるのか。書き直せ。いいか、今から言う本の内容を初めから朗読しろ。内容を読み上げるってことですか。そうだ、ここの棚の順番が気に入らん、全部並べ替えろ。この鉄に捕まったら最後、対応に追われる店員が1時間2時間と時間を取られることはザラであった。捕まってしまった。そんなヤバい人だったんですね。通りで話が通じないわけだ。そうなんだよ、とりあえず反論しても火に油注ぐだけだから、コツは低姿勢でうまく謝ること。満足したら帰ると思うから。わかりました。とりあえず素直に謝ってすぐ済まそう。翌日、街を買え。ソラさんとやらはいるかね。はい、私ですが。英会話の本が間違ってる件で来たんだが。あ、はい、来たな、とんでもクレーマー。俺は絶対この本間違っ、確認不足申し訳ありませんでした。ると思って、重ね重ねお詫び申し上げます。な、俺はわざわざお手数をおかけしまして申し訳ありませんでした。すいません、さて申し訳。うわ、分かればいい。よかった、なんとか収まりそうで。ありがとうございます。案外素直なんじゃこのおじさん。とにかくだな、時間が、誰も買ってくれない。というわけで、どうだ、俺の言ってることは正しいだろう。やっぱりクセモノだった。この時間時給2倍欲しい。もうこんな時間だ、帰らないと。お前が頭悪いからこんなに長くなっちまったじゃねえか。すみません、これだけ買って帰るわ。じゃあな、今後気をつけろよ。二度とありが来ないでございまくださいや。長すぎだよ。ソラさん大丈夫。はい、さっき最後なんて言ったの。もうよく覚えてない。数日後、はい、モナリザ商店で。お前が買った本日焼けしてるじゃねえか、この野郎。またクレーム。いや、買ったの新刊だったよね。日焼けとか。でも反論しても聞かないし。もう謝って済まそう。もう申し訳ありませんでした。そうしましたら、新しい本と交換させていただきますので、一度ご来店いただけますか。交換、はい、新品と交換させて。なめとんのか。日焼けした不良品売ったんだから、もう一冊無料で起こすのが筋ってもんじゃろうが。とにかく明日またそっちに行くからな。誠意見せろよ。店長、どうしたの。ソラさん、聞いてください。また鉄さんかな。ということで、明日来店するみたいです。ここだ、相変わらずだな。分かった、こっちも誠意を持った対応しましょう。業務に支障も出てるし、そろそろいい加減にしてほしいな。最大限の誠意見せます。翌日、ほんとこそかい。見てみろ、うっすら日焼けしてるだろ。おら、これってうっすら後からついた汚れじゃん。でもめっちゃ怒ってるし。大変申し訳ありません。とにかく誠意を見せなきゃ。すぐ新しいものに公開退場したし。ああ、そんな誠意じゃ足りねえな。の話じゃねえよ。もういい、店長だ、店長だ。店長です。びっくりするじゃねえか、ちけえよ。お客様、この度は大変申し訳ございませんでした。今回は誠意を持って新しい商品と交換させていただきますので。いや、だから誠意ってのは。それでですね、今までされてきた細かいご要求や要望は店の業務に差し支えますので、今後は誠意を持ってご遠慮させていただきます。ああ、もしこちらの話を受けてもらえないのでしたら、今後お客様の当店のご利用はご遠慮させていただきたく思っております。なんだと。こっちは客だと。何なんだその態度。誠意を持った態度です。お前名前なんて言うんだよ。店長の藤と申します。家はどこだ。家は個人情報なのでお答えしかねますが。帰り道つけてお前の家突き止めてやる。知ってどうするのでしょうか。わかるだろうが。店長、危ない危ない、それ以上外かないで爆発する。ちっと頭つかえよ。いやー、そらさん、ちょっとここお願い。お願い、何言ってるんですか店長。ほら、はい、ストップストップ。危ないわね。そんなもの振り回しちゃダメよ。この前も違う店で注意したでしょ。
あ、今回は派手にやっちゃったね。こりゃもう言い訳できないな。いや、ちょっとゴルフの練習を。脅迫もしてたでしょ。そんなこと言ったら私もバットの素振りここでするわよ。どうやら鉄はうち以外でもトラブルを起こしており、おまわりさんの間でも有名だったようだ。今回は逃げれぬ証拠を抑えられ、おまわりさんたちに連れて行かれた。違うんだ、俺も被害者だろ。不良品売る店が悪いんだよ。というかゴルフのスイング練習してただけだろ。店長一時はどうなるかと思いましたよ。油がすごくて。あらかじめおまわりさんたち呼んでおいたからね。あと料理するときは油いっぱい使う方がいいんだよ。なるほど。鉄は今後ずっとデキン